はい、皆さんこんばんは。今日5月30日土曜日の今午後5時43分ぐらいなんですけど、今ね、台所で動画撮ってます。まあ、動画といってもちょっと充電器でスマホ置いたまま喋ってるんで画面何も映ってなくてすいません。音声だけの動画になります。っていうのも今日ね、夕飯カレーなんで玉ねぎをね今飴色に炒めてるんですけど、結構時間かかるので足がやばいからちょっと今ね椅子に座ってるんですよ。でやることないからスマホ見ながら玉ねぎ炒めて、スマホ見て玉ねぎ炒めてってやってるんですけど、暇なんでね喋ってます。ちょっとね、最近マッチングアプリのね、ちょっと出会った出会いがねあんまね良くなくて、でちょっとね失礼な人とかね当たったりしたからね喋ろうかなと思ったの。ちょっとねまとめたんだけどね、メモにね書いて動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっと今その場にいないからそれはまた今度。今日はねこの前買ったカシミールカレースパイスのカレーをね作る予定です。どんなんだろうね。玉ねぎ飴色になるまでもうなんかかれこれ1時間ぐらいかかってるから、ちょっとねこれスパイス使い切るまで楽しみにカレーハマってもいいかなと思ったんですけど、玉ねぎをね炒めるのがちょっと大変そうで、ちょっと心折れそうになってます。あとねマッチングアプリやってて、もうなんかそこのアプリしかやらないのかって感じなんですけど、やっぱお前お金をかけるほどではないなって、まあ自分の今の状況からするとね、まあなんでやってるんですけど、なんかちょっとここのとこね自分にもらういいねというか興味持ってもらうことも少なくて、自分もねなんかやっぱ男の人に対してなんかあんまりこう夢見てるとは思わないんですけど、身の回りに今までいたその小ジュートとかあと父親とかがクズすぎて、で元彼とかもちょっとクズもちらほらいたりとか、結構なんか若い女性には一生トラウマに残るような付き合いというか男がいたんで、まあ、それを理由にしてずっと恋愛しないのも良くないんですけど、まあ、病気して障害もあるじゃないですか。で精神的にも病んでたりするし、でなんかねなんだろうね、自分の男性に対して本当になんか恋愛したいのかどうなのかってちょっとなんか疑問に思ってきたんですよね。だからねちょっと見てる人が男が多いからこんなこと言うとなんなんだけどさ、まあ、ちょっとさ言葉選びすぎると何も喋れなくなっちゃうから、まあ、率直に言うとねなんかもう周りにいる男がクズすぎてちょっと恋愛したいって思えなくなったし、なんか普通に人間不信だわ。まあ、素敵な人にね自分がなればもちろんおのずとね好きな素敵な人にね見つけてもらったり、自分が素敵な人を見つけたりねできるとは思ってるんですけど、なんだろうね、自分に自信がないのもあるから、なんかそういうキラキラした未来が夢見たいというか、そのキラキラした未来を手に入れたいって自分でも行動はしてるつもりだけど、気になった人に声かけたり話したりメッセージ送ったりしてるからね、なんだけどなんだろうな、なんかちょっとうまくいってないね、なんかね。そうでね、まあそのマッチングアプリの話をした時にこれも一緒に話そうかなと思ったんですけど、まあ、ここって私の YouTube のチャンネルじゃないですか。だから、まあ、見てる人のこととかうんぬんじゃなくて、私がね、自由に自分のことを喋ればいいと思ってるんですよ。なんか登録者とか伸ばしたりして、なんかお金稼ぎたい人とかはさ、やっぱりコメント返ししたりとか、すごいなんか否定するようなこと言わないようにしたりとか、なんだろう。すごいね、見てくれる人のことめっちゃね、なんかこう、大事にして、でも下心で接しなきゃいけないでしょ。でも私さ収益化するわけでもなければさなんかバズるのを狙ってるわけでもないからさ、バズりたくてもバズれないしね。そういう人はもうさセンスあるからね、もう言いたいことをさ言わずにしてこのチャンネルをやってる意味がないわけ、私にすれば。で何が言いたいかっていうと、私の男性のタイプなんですけど、もうちょっとね何も映ってないからこそさらっと流してもらいたいんですけど、
現実の面で言えばやっぱり思いやりがあって、なんだろうな、家庭的な人、まあ男性は女性に求めるのと同じですよね。家庭的な人、うん、がやっぱりね一番いいんですよ。例えばほら大工仕事ができたりとか、なんだろう、野菜育てるのもさ、多少知識があった方が、私がもしね料理する時とかでも育ててくれて、ちょっと体力的なものとか力仕事とか、あと家の壊れたものを直したりとか、電気変えたりとか、そういうのやってくれるとすごいありがたいじゃないですか、現実的にはね。ただ夜の生活とか大人の事情みたいな面で話をするのであれば、それはもう全然現実的な恋愛の話じゃないんですけど、自分の性癖的なことを話すのであれば、私がグッとくる男性のタイプっていうのは、年下で、可愛くて料理ができて、あんまりガツガツしてなくて、モテなくて、でも優しい。で、玄関開けたら、エプロンつけて、三つ指ついて、お帰りなさいませ、ご主人様って言ってくれる、可愛い男の子が一番好きなんですよ。そう、だからね、まあ、この独身貫いた方が幸せなんじゃないかなってさ、思うわけなんですよね。まあ、でも、別にそれ、あるじゃん、みんなさ、その、ね、その例えば AV のタイトルでもさ、こう好きなものとかあるじゃないですか、みんなね。そう、それとまあ同じレベルなんで、まあ、現実的にはね、自分にね合う人っていうのは多分引っ張ってくれる、あの年上ぐらいの包容力があるというか、ある程度こう物事の分別がついたり、こう気が回るような紳士的な人なんじゃないかなとは思ってますね。ただちょっと男性に対しての嫌悪感というか、生理的嫌悪が今までの男性遍歴とか、あの家庭の環境で多かったんで、ちょっとその呪いを自分でも解いていく努力をしなきゃいけないし、家族にもね、その辺は私が幸せになってもらいたいんだったら呪いをねかけないでください、これ以上っていうことで、はっきりね突っ張らないとダメだなって思いました。うん、まあこの年になればね、まあみんなさ、一つや二つ人に言えないこととかあると思うんですよ。私もありますよ。うん。で別にそれをあえて相手の人に聞いてもらいたいとか、そういうつもりは全然ないんですけど、まあなんかやっぱり、メンタルのこととか、まあ体の障害のこととか、まあそういうのはでも最低限、まあ理解してもらわないと、もう一緒に生活できないからね。なかなか本当難しいですよね。もう自分も本当、こんな人生になるなんて思ってなかったからね。こういうこと言うとさ、すごい綺麗事好きな人からは怒られるけど、生まれてこなきゃよかったって何度思ったことか。うん。あと、生きたい人がいるのに死にたいなんて言うのはダメだとか言う人もいるけど、そんなん他人と比べても何の意味もないからね。綺麗事を言う人は本当に私信用できないんで、自分でも言わないようにしてるんですけど、自分が言われた時も結構、あ、もうその人とは、あ、なんか本音で話せないなと思って、まあ、なんだろう。そんなにずっと会う相手じゃなければ、もう完全に、なんですかね、連絡立っちゃうし、まあ親友だったらそんなことはまずないと思うんですけど、まあ、もしそんな感じだったら、ちょっと別の友達探しますね。今日の夜あたりにマッチングアプリの動画撮ろうかね。私もなんかちょっとこのテンションでだったら喋れそうな気がしてきた。とりあえず見てるみんなごめんね。男の人が多いから。気分悪くなったらごめんね。ちょっと私の個人的な話。興味なかったらもう本当にいつも言うんですけど、見るのはその人の自由なんで、見ないのも自由なんで、いつでも戻ってきてもいいし、いつでも離れていってください。もう全然気にしないんで、その点は。それもまたマッチングアプリの件でまあ話しますね。ということで、まあちょっと今ね、玉ねぎまだまだね、飴色には程遠くてもうちょいかかりそうなんで、コンロにね貼り付いてもうちょっと頑張ろうと思います。